こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、森高千里さんについて語りたいと思います。今年でデビューして30周年なんだそうですけども、俺はもともと30年もファンでいたわけではなく、ちょっとファンになるきっかけっていうのは、まず最初お絵描きの学校を卒業して、お絵描きのネタを探してる時に、まずタレントの、ね、写真集を見てお絵描きしてみようって思っていろいろ探してたんですけども、その頃、その前はですね、菊池桃子さんとか南野陽子さんとか書いてたんですけども、だんだんその後はですね、当時おにゃんこクラブ全盛期なんですが、あんまりね、書ける技術も当時はなくて、書きたい、ね、メンバーも なかなかいなかったので、書いてないうちにだんだんネタが尽きてきて、その時にですね、そこでちょっと衝撃を受けたのは、雑誌で見た森高千里さんの、ウエイトレス姿の一枚の、写真ですね。でそれ見たらなんかすごい可愛くて、それがポスターらしいんですけれども、そのポスターを欲しかったんですけども、なかなかね、当時はネットもあったのかな、ネットじゃないや、当時は雑誌ですね、お宝雑誌みたいなのでこう調べると結構プレミアがついてると。で実際にそういうタレントショップ、タレントショップじゃないや、タレントのグッズショップなんかのところ行ってみると、ポスターがね、なんかすごい高くて買えなかった思い出があって、そんなついでにちょっと本屋さんで、見つけたのが森高千里さんの写真集。それまでね、森高千里さん別にファンじゃなかったので、写真集の存在もあんまり気に留めてなかったんですけど、写真集をこうね見てたら、なんかお絵描きしたい衝動に駆られて、何冊か買いましたね。で買ったのはいいんですけども、これまたちょっと普通、俺が今までね、それまでそのお絵描きしてたアイドルと違った感じだったので、やっぱし、写真集買ったはいいけども、結局お絵描きしないまま過ぎてしまいました。今の技術だったら描けるので、今更ながら若い頃の森高千里さんを描こうことは思っています。でお絵描きはできなかったんですけれども、今度あと歌の方にね注目しだしまして、といってもね、俺はあんまりファンの人が好きなような明るい曲よりももうちょっと、ね、バラード系の方が好きなので、それこそテレビのね、番組で使われたような雨とか、それから遠いところへ行きたいとかが好きですね。でその後渡良瀬橋とかはもう CD で買いまして、その後一番好きなのはプロモーションビデオでも一番好きなんですけれども、これも中古で買ったので、これ見てください、10円ですよ。これシングル CD のこのスノーアゲンがね一番好きですね。あとあるその後に逆にアルバムも、これ中古屋さんで1500円で買って、袋もねそのままなんですけども、これはこの感じをが好きで、これを絵にしたかったんですので、ちょっと買ってみたんですけどもね。はい。でここで CD も売り出してる中、映像が見たくなって、まだレンタルビデオ店って言ってたくらいなので、ビデオが中古で売ってまして、これも買ったんですが、こういうのも買いました。でライブもまだね、ネットでね特別見れるわけじゃなかったので、ライブの状況とか知るのはやっぱり本だったんですけども、情報を収集するのは。でそんな中あとケーブルテレビでもちょっとやったりしたのかな、それ見てライブ見たくなっ
ってるうちにライブの、DVD じゃないですよ、これビデオなんですけど、ビデオも買ったんです。買ったんでって中古で買ったんですけども、これも開けてないままだ、要するに見てないんですね。だ多分1回ぐらいね、そのケーブルテレビで見たからかもしれませんけど、開けてません。ということで、まあこのぐらいのレベルのファンなので、ものすごい熱烈なファンの方にはまあ怒られてるかもしれませんけれども、僕はどっちかというとお絵描きのまあモデルさんとして、こういう感じの絵を描きたくて、森高千里さんをのファンということで、まあ路線は違いますが、森高千里さんが好きなことには変わりないということで、今回はまあちょっと短めなんですけれども、ということで、森高千里さんについて、語らせていただきました。ということで、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。